2015UEFA スーパーカップは欧州サッカー連盟が開催し前年度シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの勝者と UEFA ヨーロッパリーグの勝者が戦う40回目の UEFA スーパーカップである。試合は UEFA チャンピオンズリーグ2014から15の勝者バルセロナと UEFA ヨーロッパリーグ2014から15の 勝者セビージャの間で行われた。試合はジョージアの首都トビリシにあるボリス・パイチャーゼ・スタジアムで行われた。ジョージアで UEFA スーパーカップが開催されるのは初めてである。ボリス・パイチャーゼ・スタジアムは1976年に開設され2011年に改修された。現在はサッカージョージア代表及びディナモトビリシのホームスタジアムとして使用されている。 両チームは二千六6 u e f a スーパーカップで対戦しており、セビージャが三のゼロで勝利している。バルセロナ V s セビージャバルセロナが延長戦の末、セビージャに勝利して四大会ぶり五回目の優勝を達成し、ミランの持つ最多優勝記録に並んだ。また、優勝したバルセロナのルイス・エンリケ監督は、選手時代の九百九十七年に自身もゴールを決めて、 優勝を経験しており、史上4人目の選手、監督双方で優勝を経験するという快挙を成し遂げた。両チーム合わせて9得点を記録することは、大会史上初めてのこととなった。また、大会形式が一発勝負に変更されて、以降、1試合で5得点を記録するのは、バルセロナが初めてで、敗れたセビージャも記録した4得点は、敗者としては、 史上最多の得点数となった。ありがとうございます。